なかなか切れないんですよ。一旦切ってしまうと継ぎ足しできない。だからすごく慎重になる。でもね、思い切って切らないとダメなんです。どうしてって、思い切って切らないと切るという、あの 心づもりができない。もし 切り損なったら、あ、もともとこの長さだ、この長さでどうしようってこう考える。だから切りましょう。切って、はい、いいですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。这次一看一下，还是觉得，亲手制作、亲手来插花和看是不一样的，和花和那个要又有交流，我觉得这个很重要。嗯，就是一定要和你所从事的这些事情要有新的交流，你才会有一种自己的感觉。嗯，特别有趣，特别荣幸，因为第一次参加这个活动，就是因为觉得这是一个对美的追求。就以前会觉得这个花道其实是很简单的一件事情，然后这次发现其实这个完全是一门艺术。虽然很简单，但是插出来每个人的感觉都不一样。怎么想到要来今年插花的呢？因为觉得好玩嘛。好玩。嗯，而且这插的也好看。插的好看。嗯。中国でいけばな教室をやろうと思ったきっかけは何ですか？はいはい、やっぱりそのいけばなの心を伝えたいなと思ったんです。なんか、そういう、あの、そういうものを理解するって人はすごく少ないっていうふうに感じてしまったんですね。その心っていうのはどういうものですか？あのですね、やっぱり今あのじゃね、あの花と接してるっていうのは、花って嫌いな人ってもういるでしょうけれども、花と接していると心がとても優しくなるんです。そして人に対する思いやりも出てきますし、そしてなんか自分が豊かになる、その辺のところがやっぱり花の心だと思うんですね。そしたら人に対する思いやりっていうのは、この国の中ではすごく大切な部分じゃないかなっていうことを思ったんで、自分が自分がじゃなくてっていうことをすごく感じて、もしそれがお花の中で伝えることができたら嬉しいなっていう、そんな思いがありました。体験をしに来た方々に一番伝えたいいけばなのことっていうと、どういうところですか？私はだから、花を通してやってる時にとても心が優しくなって、あの自分と話ができるいい時間じゃないかなって思ってるんですね。なので、あの一人でも多くの人にそういう、あの花の良さ、生け花の良さ、そして花の良さが分かれば、それが次に生け花につながるかなっていう、そんな思いもあるんですけどね。あの花を通して人と人とのこの心のつながり、これはとても大切だと思うんですね。今いろいろ、あの中国日本いろいろありますけれど、でもやっぱりお花見てお花やってる時には心は豊かになるんじゃないでしょうかね。そうやって心もこう通じ合う、はい、そういうものを、そうなんです、そうなんです。それの一つとして、まあ媒体としてお花が間にあって、そして日本の文化が伝わって、そして中国の人たちを日本、あの私たちが少しでもこう、あの理解することができたら、これは嬉しいことかなっていうふうに思ってます。今回のイベントは初めてじゃないんですよね。何回目ですか？ですね、うちの、日中文化交流推進会といいますけれども、今年で、いけばな展は3回目です。毎年続けていて、そうですね、2013年からやってます。1回ずつその手応えが大きくて、で1年目よりも2年目、2年目よりも3年目っていう、こうパワーアップしてる感じがあるんですね。それから参加者も去年2日間で1日6時間ぐらいしか展覧できないんですけど、500人近く、来ていただいて、見る角度が違いますね。あの日本の人は最初から知ってることがあるけど、中国の人も真っさらですから、ゼロからですから。だから先生、何回やったら資格取れますか？中国人で資格取りたい。先生、何回やったら教えられますか？先生はそういうことじゃないんですよ。今日は日本の心をお伝えしたくてやってきました。だからこの、なんていうんですかね、差というか、
化交流っていうのはやっぱり一回大きなことをやればいいっていうもんじゃないと思うんですよ。だから細々とでもいいから、うち全部ボランティアでやってますから限りはあるんですけど、制限はあるんだけど、でも続けることに意義がある。またありがたいことにこうニーズがありますしね。その花と、まあ、先生がおっしゃったように花と交流しながらやるというよりは、その自分と向き合うような感じしてません？だからそういう時間を持って静かで、やはり自分の考えをまとめて、まあやった方がいいじゃないかと思いますね。でも私から見れば、なんかこうやって中国の方がいっぱいいらっしゃって、はい、まあ、少し賑やかだけど、なんだろう、皆さんが興味を持ったそういう空間でなんかこうワイワイとやるのも楽しいな。これはこれでいいなと思います。はい、これからも家でやってみようかなと思います。はい、いかがでしたか？このように北京では日本との文化交流も盛んです。次回もいろんな日本文化に触れてみたいですね。